西健一郎は、日本の和食料理人。新橋にあった系料理店、経営味亭主を務めた。著名な系料理人である、西音松の四、男として、京都に生まれる。料理人を継ぐはずだった長兄が、他の道を志したため、父親から17歳の頃に料理人になるように、命じられ、京都の高級割烹で修行を始める。 抜群の料理センスと魔剣気の強さで頭角を表し、1967年に30歳で独立して東京、新橋に自分の店、経営味を構える。なお命名者は裏千経営元の千0検出。店は文化人や作家、製材会人が集う人気店となるが、一末の不安が残るようになる。さらに父親の まだ料理人のうちに入ってませんわという評価が追い打ちをかけた。数年間独自で探求を試みるが、結果的に京都で、すでに引退していた父親に教えを仰いだ。父親は70歳を過ぎ、西は30代半ばだった。二度目の修行は、父親が86歳で亡くなるまで、およそ10年続けた。晩年はメディアへの露出が多くなった。作家、平岩弓江が、 長年の悲劇で、共作で100品余りの混雑を紹介した、経営味12ヶ月を、月間、文芸春秋で2009年4月号まで13回、連載している。2019年7月26日、寒不全により死去。去年81。経営味も西の死去から5ヶ月後となる同年末をもって、閉店した。ありがとうございます。